綺麗になるかにゃ。これには漂白剤使えるかにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。今日は洋服などについている洗濯表示に関するニュースだにゃん。洗濯に関する表示のクイズ、4人に1人は全問不正解でした。衣料品の取扱表示、いわゆる洗濯表示は2016年12月、それまでの日本語の入った表示から国際規格へと変更されました。しかし去年末、消費者庁がおよそ2900人を対象に行った調査では、男性でおよそ8割、女性でおよそ6割が変更されたことを知りませんでした。また、表示の意味を問うクイズでは7問出題され、4人に1人が全問不正解でした。消費者庁は結果を踏まえて、普及・啓発活動を検討したいとしています。やっぱり僕も洗濯表示わからなくて困ってるにゃん。この洗濯表示、グローバル化に対応して日本だけで使われていたものが2016年の12月に海外と同じものに変わったんだにゃん。それまでは1968年に定められた日本独自の22種類の記号を使っていたんだけど、このタイミングで41種類に増えたんだにゃ。新たな表示は5つの記号が基本で、それぞれ洗濯の仕方、漂白の仕方、乾燥の仕方、アイロンのかけ方、クリーニングの種類を表しているにゃん。これらの記号に線や数字などを組み合わせて強さや温度を示しているんだにゃ。と、洗濯表示のベースを見たところで、みんなは正しい意味わかるかにゃ。第1問。次の洗濯表示の数字の正しい意味は？正解は C。 液温は40度を限度として洗濯機で通常の洗濯処理をして OK だにゃん。第2問。次の洗濯表示の正しい意味はどれ？正解は B のドライクリーニング禁止だにゃん。第3問。次の洗濯表示が表しているものはどれ？正解は A の漂白の仕方だにゃん。第4問。次の洗濯表示が表しているものはどれ？正解は B の自然乾燥の仕方。たくさんあるけど、この表示だったら日陰に吊り干ししてにゃ。洗濯表示をしっかり見て、洗濯方法を洗濯にゃーんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃーん。チャンネル登録よろしくにゃん。